ランパンドゥルドゥドゥルバランパンドゥルドゥドゥルバランパンドゥルドゥドゥルバランパンドゥルドゥドゥルドゥルつけた感じ、やっぱりこの脇高機能すごいですしっかりこうギュッとあの脇が入ってる感じがします。そしてめちゃめちゃ漏れます。私あんまり谷間できないんですけど、めっちゃ谷間できましたこの凹凸、着た感じの凹凸も全然ないので、こうデニムだったりとか割とこう響きやすい素材にも全然大丈夫そうな感じです。これ今回私黒を着用させていただいたんですけど、この他に色違いで白もあるみたいです。白もねちょっとなんか清楚っぽくて可愛いですよね。この裏とフルバッグ、あとティーバッグ3点セットで1980円という驚きの安さ。ノンワイヤータイプの下着になってます。つけ心地はですね、すごいホールドしてくれるんですけど、窮屈さは全く感じない、普段使いにめちゃくちゃぴったりなブラジャーだと思います。シームレスなので T シャツとか、下着のラインが響きやすい薄い服とかにもぴったりだと思います。見てください、ここにリボンがついてるので調節できるんですよ。ここを引っ張るとこういう風に谷間が作れたりします。で結ぶとさっきよりね谷間できてますよね。はい、こんな感じで簡単に谷間が作れちゃいます。パッドも分厚いパッドが入っているので、これを結んであげることと、パッドで両方で胸を寄せることができるみたいです。ちなみにこれは S サイズを着用しています。こちらのブラジャーは脇高構造というものになっていて、背中とか余計なお肉を全部ここにもっくいっと持ってきてホールドしてくれるので、より胸が大きく盛れるようになってるみたいです。後ろもレースが透けててとっても可愛いです。あとですね、この気になってた紐の部分、こうキュッと上に、締めて、こちらでねリボン結びにすることによって、こう腰の位置が高く見えて足長効果があるよみたいな感じですね。あとは脇高機能、しっかり脇のお肉からウィッと寄せてお胸も盛れる機能性もバッチリです。柄も黒のレースに花柄、大人っぽくてセクシーじゃないですか後ろが U 字になっていて、この U 字の後ろの部分がストラップが落ちづらくなってる形みたいです。確かにしっかりフィットしてます。背中のお肉もしっかりギュッと引き締まって見えるように演出してくれる感じになってます。フルバッグなんですけど、レースで透けててとってもセクシーなデザインになってます。脇のところですね、幅が広くなっていて脇高設計、そしてボーンが入っているので、ここのお肉が入あるところをすっきりと見せることができる商品となっております。先ほどつける時も上からお肉をなぞるように持ってきて胸を大きく見せるような感じでつけてみました。なんかいつも萌香の胸よりもすごく大きく見えていて、すごい漏れたなって、すごいつけてよかったと思いました。後ろのデザインとかもショーツが、こちらフルバックタイプなんですけれど、レースの総レースとなっていて高級感とかもあって大人の雰囲気でいろんなシチュエーションで楽しめそうです。この前面に出てる大きな花の柄がすごい大人っぽくて、でもピンクなので可愛らしさも感じられておすすめです。
先端のところにはこういう風にリボンがくっついております。可愛らしいですよね。後ろのデザインなんですけれど、ここのホップつけるところ、ここが U デザインになっておりまして、ここの背中のお肉とかも全部包み込んでくれたり、こちらの肩紐、こちらのズレが防止されるようなデザインとなっています。他にないデザインとなっているので、この U デザインも初めてつけてみたんですけど、いいなって思いました。もうこのデザインちょっと過去一かもしれない。でお色も今回、赤をレッドを選ばせてもらったんですけど、色違いのもう一つのホワイトも色違いで欲しいぐらい最高に可愛いデザインです。この下のアンダーの部分がしっかりあるので、ここしっかりホールドしてくれて、プラスで脇高機能ついてるのでしっかり漏れます。後ろもレースで、ソーレースのデザインになってるんですけど、後ろもしっかり透けて、なおかつなんかこう開いて、穴が開いて、ちょっとおしゃれなデザインになってます。オリジナルブランドのレイネスと、こうシンプルかつ上品なセクシーさを演出してくれるモデルばっかりで、とても私のお気に入りなので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。